ハラハロー、どうもジョビンです。このチャンネルはキャスト UD、 キャスト RE のキャストグループさんの提供でお送りしております。今日はですね、あのライジン47の勝敗予想をやっていきたいと思います。まあ、ブレイキングダウンで僕のこと知ってくれた人多少はいると思うんですけど、僕の本業というか普段、一番求められてるのはライジンの勝敗予想と感想だと思っております。あとそれをピンでやることがね、単体でやるのが一番求められてると自負してるし、はい、今後も勝敗予想、感想は絶対に、直前になったら一人でちゃんとやろうと思っております。よろしくお願いします。でライジン47なんですけど、なんか全然盛り上がってないよね。正直なんか興行的にも大苦戦してるという噂を聞いております。はい、ていうかまあ、プロモーションに関しては俺が口出しすることじゃないかもしれんけど、この前スーパーライジンのカード発表とかあったと思うけど、所秀夫対ヒロヤとかいろんなカード発表あったけど、あれ必要かな。あの時にライジン47が終わってからでいいと思うんやけど、なんかそっちの方が良くない？なんかもうあれをやられたことによってまたスーパーライジンに注目度いくし、早く発表する意味もあんまりないと思うんやけどな。チケットが売れてなかったら発表するのはわかるけど、どっちにしろもう売れそうなんやし、ああいうことするからライジン47よりなんかスーパーライジンにみんな意識がいっちゃって、あれちょっとこれが終わってから発表してたって何にもマイナスなことないと思っちゃいました。はい、でまあね、メインとセミ、堀口教授対セルジオ・ペティス対、ペティスとクレベル小池対ファン・アーチェルタっていう極上のカードが揃ってるんですけど、この2試合は特にね、大晦日でもなんだ遜色ないね。でも全然注目されてないよね全然注目されてない感じがするはい、でもこういう時こそ僕の出番っていうか、ね、みんながあんまり知らない外国人ファイターとか出てると思うので、その辺もきちんと分析してきました。はい、で、その前にちょっと X で僕が MMA っていう言葉に、違和感を覚えるっていうのが正解なのかっていうコメントが寄せられてたけど、そう MMA って別にこれ不満とかじゃなくて、 MMA ってなんかね、若い女の子とかうちのアンディのスタッフの女の子とか、これ MMA ルールなのとか、普通に MMA とか使ってるのを見てたら、何が MMA ルールやって思ってしまう部分があって、なんか分かりづらいなっていう、ちょっと X で投稿したら、まあ、結構反響あったけど、なんか俺の時代とか総合格闘技、総合とか言われてて、俺の現役時代は、あとまあバーリトゥードとか言われてたけど、なんかいつの間にか MMA って言われるようになってきて、それが当たり前になってきてるけど、果たしてこれがもう最終の名称で合ってんのかなっていう疑問もあって、そう、なんかまあ個人的にはちょっとまあ考えてみたいけど、じゃあどうすればいいのかって、まあ、MMA でもとにかくいいんやけど、まあ、笑われるかもしれんけど、これ冗談じゃなくて、トータルファイトでどうかな。トータルファイトってまあそれはね、馴染みがないからなんかもうめっちゃバカにされそうやけど、トータルファイトとかすごい分かりやすい気がするんやけど、あとまあ総合でいいと思うけどな。総合格闘技でなんかボクシング、キックボクシング、まあボクシングって言葉がもう認知されてるからっていうのもあると思うけど、ボクシングとキックボクシングですごい分かりやすいのに、急に MMA とか言われたら一般の人って分かりづらいと思うんやけどな。周りのトータルファイトも結構いいと思うんやけど、あとパンクラチオンっていう、案が出てたら、昔ギリシャでね、ギリシャの競技としてパンクラチオンってもう何百年前にあったらしくて、そういう競技名が、そっからパンクラスってね、名前ついてると思うけど、パンクラチオンとかも、それ結構かっこいいなと思うけど、なんか MMA っていうのにね、違和感を感じております。さあ、覚えております。はい。俺はもう総合でいいような気もするんやけどね。まあ MMA で行くなら行くで、まあ別にいいんやけど、もうこれで最終決定ねっていう、なんか疑問がある。ね。なんか総合の方がわかりやすい気もするんですけど、はい。そういうちょっと余談とかもね、交えていくチャンネルなので皆さん、はい。許してね、こういうのも。はい。ではですね、ライジン47の勝敗予想やっていきましょう。まずはですね、第1試合、徳留和樹 VS 宇佐美翔パトリック、徳留選手が復帰ということで、これは100人中90人ぐらい、90% ぐらいの割合で徳留選手が圧倒的有利と思うし、俺もそうと思うんやけど、まあ、金原正則 VS 鈴木千尋と一緒で、多分練習だったら
圧倒的に徳留が有利と思うよ、特に組み技面で。でもなんか俺もらっちゃう気がするよな、宇佐美のパンチを。なんかね、徳留選手ってここ一番ここった時に負けてるイメージ、パンチもらっちゃう。マジで練習で強いって聞く、いろんなところで。確かシルバーウルフでやってるね、キックボクシングは。とかでもシルバーウルフでもその現役の本職のキックボクサー相手にキックボクシングルールで圧倒するとかも聞いたことあるし、組み技も相当強いらしい。マジ聞くな。ただ俺あの岡田亮選手がライジン出てた時に言ったのと一緒で、なんかずっと上を目指してる、今上を目指してる宇佐美選手と、なんかまあ正直ライジンが盛り上がってるからあの復帰すると思うけど、完全に引退したから一回ね、徳留選手って。それでなんかやってみよう、もう一回やってみようって、徳留選手とはモチベーションがまた違うかなって思うよな。何の競技でもそうだけどね、まあ、徳留選手もある程度の覚悟があってこれは復帰するとはもちろん思うんやけど、でもずっと上目指してた、ね、宇佐美選手とのそこのモチベーションの差、気持ちの差は出るんじゃないかなって思う。でまあ宇佐美のね、あのキム・ギョンプ戦とか佐々木戦とか、あのタイソン戦とか見る限り首技はもう全然だったけど、成長してると思うんやけどな。ポテンシャルはめっちゃ高いし、でも打撃が強いのなんかもう分かりきってるよね。分かりきって本当世界屈指と言ってもいいんじゃないかなと思う、その MMA の、ライト級で言えば、 MMA で言えばね、こんだけ打撃強いやつなかなかおらんと思う。でもともとフィジカルも強そうに見えるんやけどな。まあ分からん、これはマジで徳留が組み合わせて圧倒する可能性も十分あると思うけど、でも俺は徳留選手やっぱどっかでもらうイメージ、で宇佐美選手の成長もちょっと成長の期待も兼ねて、期待も込めて宇佐美選手のパンチがこれ当たってしまうと思うんやけどな。まあ徳留選手頑張ってほしい。なんか顔もイケメンやし、めっちゃ人気出そうな感じするし、あと鈴木千尋とか多分練習してるよね、そういうの刺激も受けてると思うし、頑張ってほしいんやけど。で組み技めっちゃ強いと思うけど、まあ、基本的にはディフェンスの組み技と思うよな、徳留選手。いろいろ映像を改めて俺見たけど、そんな攻めてる場面は見れんかった、俺の中でキープしたりとか決めたりとかする場面が。まあもともとやっぱストライカーやし、防ぐのは結構特化してると思うんやけど、こういう相手が来た時に、まあ、宇佐美選手ね、まだ組み技、まだ甘いんで決めれたりもするかもしれんけど、そこまで攻めの組み技は覚えてないんじゃないかなって思うよな。ここはちょっと宇佐美選手の KO 勝ちからもうほとんどが徳留選手の予想と思うけど、俺は、宇佐美選手、1ラウンド、パンチで KO するんじゃないかなって思ってしまいます。あと、徳留選手、パンチ打つときにこう開いちゃうんよな。普段の構えってめっちゃ隙がないんやけど、こういう感じだけど、打つときにこう開いちゃう、なんか。まっすぐのパンチとかすごいもらえそうな感じするわ。宇佐美選手のパンチでの KO 勝ち予想にしておきます。はい。では次いきます。次が、第2試合、梅野源氏 VS 魚井フルスイング。まあ、この前ニュースのコーナーで、この試合について文句言わせていただきましたけど、未だにその気持ちは変わらんし、なんでこんな試合受けんのって思っちゃう、ウーフルスイング。こんなんもうね、ほぼ負けるに決まってるし、これを止めんのがね、ジムの代表とか、まあ、この前ジムの代表とちょっと挨拶させていただいてね、はい、握手したんですけど、はい、でも俺は止めるべきと思うけどな。ね、対する梅野源氏、まあ、でも梅野源氏に、なんか金かけろって言われたらすっごい不安。なんかもう手震えそう、そのかける金を持った時に。これ梅野源氏が頼りにならんっていうか、なんかもうもらえそうな感じはあるんやけど、しかもこれ肘ありルールで、まあ梅野源氏だいぶ有利なんやけど、これウォイフルスイング側に立った時に、まあ勝手に言わせてもらうけど、これ絶望を感じてしまうのが、勝ったところで別に評価上がらんと思う、対して。勝ったところが、例えば那須川天心、まあ階級とか全然違うけど、例えば那須川天心とか相手でこういう挑戦して、もし一発当たったらすごいってなるけど、果たしてフルスイング当たってそんな評価上がるかな、 MMA ファイターとして。なんか梅野がダメだったみたいな感じで終わると思う、もし当たったとしても。うん、フルスイングはでもマジでもう小さい攻撃とかね、ジャブとかフェイントとか使ったら全然まだまだ変われると思うけど、いいもん持ってると思うけど、パンチ力あるし、こんな、でも名前に
フルスイングつけられてもうて、そりゃジャブも打てへんわな、虐待やら。フルスイングってもう名前につけられてるもんな。そりゃジャブつけへん理由もわかるわ、うん。でまあこれまあね、そりゃ梅野が勝つんちゃう、普通に考えたら。まあフルスイングのパンチが当たったらわからんなと思うけど、でも俺これ一番の注目は、俺がね、2023年の消えましょうに梅野を選出させてもらったんやけど、その時のコメントで梅野にも飽きたって俺言ったんやけど、マジで飽きてて、もうマジできつい、もうお笑いの部分がもう本当にきつい。梅野もね、富澤と一緒でもう狙い出してるもんね、ベビー梅がどうとか。もうこの前もプレゼント企画のなんか書いてたね、 X でベビー梅たちがどうとか、反ベビー梅がどうとかって、マジで思んないで。これ最注目なのが、個人的に入場でまた勝手にやられてる体にするのかどうかが、もうそれするようならもう俺もう見る気も失せるけど、あでも逆におもろいから、まだそれやりだしたら、いやもう普通に入場してくれ、なんかもう騙されたみたいな体にするやつ、もう誰が得すんの、普通に入場して普通に試合して、あともうベビー梅がどうとかもういいわ、もう飽きてるってマジでとは思うんやけども。あと何やこの写真、この対戦カードの、なんかもう長年お世話になった人に裏切られたみたいな顔しやがって、何やその目、すごい目でこっちを見てきてるな、何その裏切られたみたいな目、怖い目してるな。もうでもまあ梅野はもうね、昼目が当たって今すごい幸せそうには感じるけどね、今すっごい楽しそう、人生が、それは良かったねとマジ思うんやけどね。ライジンがそういうね、選手たちをピックアップとかして、なんかね、有名になれたりとかして、そういうのは良かったよね。まあフルスイングもそうか、うん、ごめん、なかなかと喋りましたけど、まあこれは普通に梅野、まあここ肘張りでやるし、肘での KO が見たいけどね、どうせだったら、うん、肘での KO が見たいと思うけど、2ラウンド、うん、梅野の肘で KO かな。さすがにこれは攻略してくれ梅野ね、なんかもらえそうな気もするけど、梅野の2ラウンド肘で KO 勝ち予想にしておきます。はい、では次いきます。次が、第3試合ジョニーケース VS ブラックパンサーベノア。まあこれはね、この前の、ね、試合のみそぎマッチで組まれてると思うんですけど、まあ、この前はまあ正直ひどかったよね。まあしょうがないし、ね、気持ちはわかるんやけどね、もう絶対負けれないって戦いで、最後でも最終ラウンドに逃げ回ってたんかな、あれがマジで俺の中で印象悪かったし、もう負けにしてくれと思って、ああいうことするんだったら、ベノア選手にね思ったんやけど、ジョニーケース復帰戦、結構大怪我からの復帰戦で、そこがちょっと心配ではあるけど、まあこれね、俺とにかく気持ちが見えたら格闘技はある程度満足するんやけど、ベノアが前に行ってくれたらどういう結果になろうがいいと思うし、勝つ可能性も上がると思うけど、絶対に行けないと思う俺は。うん、前に行くだけで結構感動する気がするけど、この試合なんか特に相手が超強豪なんで。でも井上優作戦で行けなかったのに、この試合で前に行けるとは俺は思えない。同じように守りに入って、圧倒されて結構打撃もらって、うん、なんか下になってパウンドで、TKO 負け1ラウンドとは思うんやけど、まあ一発あるからね、ベイロはカウンターでね、ダリちゃんに当てたみたいに一発当たったら全然わからんとは思うけど、ジョニーケースもね復帰戦やし、大怪我を負ってるね、負ってた部分もあるし、そこ不安なんで、カウンターで KO もあるとは思うけど、まあこれ十中八九普通にジョニーケースが打撃で当てて、ジョニーケースが当たったらテイクダウン行ってもいいよな。打撃当てるかテイクダウン行って上になってパウンドで決める気がする、1ラウンドに。とにかくベイノは前に行ってほしいけど、それが見えたら結構満足する気がするけど俺はね。これで下がって負けるようだったらもう呼ばれることもなかなかないんじゃない。ね、ここは前に行ってほしい。ただ予想はジョニーケースが、打撃かテイクダウンで上になって1ラウンド肘とか落としてパウンドで TKO 勝ち予想にしておきます。はい、では次いきます。次が第4試合、カルシャガ・ダウトベック VS 関哲也。これ改めて関哲也選手の映像も見たし、ダウトベックも見たんですけど、見直したんですけど、まず関哲也選手に正直そんなね、強い印象なかったんですけど、打撃めっちゃいいよね。
特にストレートがノーモーションでいいんやけど、正直ね、フィジカル的に MMA でトップいくのってきついと思う、正直。もう簡単に下になりすぎやもんな。神田戦とか見たけど、神田戦もそうやし、堀江戦とかもそうか。なんかもう簡単にテイクダウンされすぎ、これでは厳しいよ。ただ立つのは上手いけどね、お尻ついた状態が立つのは上手いし、多分そういう練習してると思うんやけど、下になってしまうから、で下から余計なことせずちゃんと立とうとするから、そこはいいと思うし、パンチはいいんやけど、まあでもライジンで本当によく多いタイプと思う。打撃は強いけど組み技があんまりっていうねそんな選手かなって感じするけど。でダウトベック、また朝倉未来戦とかも見たし、この前の松島小指戦とかも見たけど、改めて。だけど松島小指は本当どこに向かってんの、なんか試合決まってたよね。本当にどこに向かおうとしてんのかもよく分からんけど、松島小指、でこれね、打撃、まあ、相性は悪くないと思う、関選手なんかまっすぐのマジストレートいいな、あれ全然当たる可能性あるんじゃないかな。でダウトベックは結構俺フック系なんかなと思ってたけど、もう今日まっすぐ打てるよ、サウスポーで。左ストレート伸びるし、回転も速いし強いよな。まあでもここは打撃 自体はそんな差はないと思うけど、まあ殺傷能力が違うと思うダウトベックの方がだいぶ上と思うし、フィジカル面で圧倒的にダウトベックの方が上で、俺は何度か、ね、何度も言ってるけど、 MMA では一番重要なのはフィジカルと思ってて、そこの面でダウトベックが圧倒的に優位なんで、流れの中でもダウトベックは上取るでしょうし、パンチもそこまで技術の差はないけどな、ダウトベックの方がやっぱ有利で、どっかで KO しちゃう気がするけど、これも KO する気がするな。いやどうかな、結構関選手ね目も良かったりするけど、でも圧倒されると思うね、やっぱり。いつも俺ジャブって言うけど、関選手は特にこの試合はジャブつけばいいと思う、ダウトベックみたいなタイプには。ジャブとスウェーを使いこなせればいいと思うけど、どうかな。いやでも判定までいく気がするな、一発が当たりそうな気もするけど、ダウトベックの、判定やな、判定で。やっぱフィジカルでだいぶ余ってるんで、ダウトベックがなんか流れの中で上取ったりして、ダウトベックが、で打撃でも、有効だとか圧力で、だいぶ優勢になって、ダウトベックの判定勝ち、勝利予想に、しておきます。はい、次が第5試合、スパイク・カーライル VS キム・ギョンピョ。このマニアックなカード組んでくるよね、これどうかな。これも改めて映像を見直したけど、まあ2人ともね、何でもできるトータルファイターで、キム・ギョンピョがこれあんまり知られてないことと思うけど、なんか大怪我してるよね、なんか、前十字靭帯をなんか一部断裂してるのかな、大怪我してる復帰戦で。キム・ギョンピョ強いけどな、なんかレッツ・ゴータ戦とかも見たな、だいぶ過去の試合、パンチ力あるし、ライジンランドマークの試合も見たし、宇佐美戦も見たし、いや強いんやけど、それの上位互換がカーライルって感じがするな。上位互換って言ってもそこまでの圧倒的な差はないんやけど、ドロドロの試合になる気がする、この試合は。お互いがなんか打撃当てたりとか、上取り合ったりとか、上取っても返したりとか、結構目まぐるしい展開になって、最終的にでもどっちかって言ったらカーライルのが上回ってると思う結局決められへんし、カーライルって誰とやっても。堀江戦とかもね、あの3ラウンドの後頭部の打撃がなかったら多分カーライル勝ってたと思うし、堀江相手にね、あの試合やっぱすごいし、カーライルを攻略するのってマジ難しいと思う。目もいいし、組み技もね強いし、ただ俺は個人的にそんな好きじゃないけど、カーライル、なぜなら武器がないから。やっぱ一芸に引いてた選手が俺は魅力を感じるから、カーライルはそんなに好きじゃないし、だってトップに行ける気合がないもん。いや強いとは思うけど、超トップに行ける気合がないし、やっぱ俺は武器がある選手の方が好きかなって個人的には思うんやけど、でもカーライルってマジ嫌な相手やなまあこれは結構互角の展開になると思うけど、カーライルが要所要所で上取ったりとか、ね、全ての面でちょっとだけ上回って、カーライルの判定勝ち予想にしておきます。はい、では次いきます。次が、これ結構注目されてるよね、裏メイン的な、
第6試合、武田浩二 VS ラジャブアリシェイドライフ。あの名前変えてもらってもいいかな。ジョビさん、お疲れ様です。おう、お疲れ。細川君、お前あのシトルリンとアルギニンって知ってるか。あ、よく知ってますよ、俺。マジで。はい、年齢とともに減っていく。お前5したら1回当たり前だろ、そのメウェルトリー。年齢とともに減っていく、うん、すごく大事なアミノ酸で、うん、そう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 、よく分かってるね。シトルリンとかメロン 1.3 個、キュウリ54個とか。キュウリ54個無理や。アルギニンが1パック4つ、うんとか、うんうん、食事からだけ取ろうとするとなかなか難しい。はい、よう分かってるな。ほんちょっと本当に知ってました。分かってるよ、もちろん。俺はだからその、はい、体疲れやすい人とかお酒飲む人にすごいおすすめしてる。あ、めちゃめちゃいいぞ。え、それやっぱり生物的に強くても疲れたりするんですかね。まあお前は多分難しいけど、はい、生物的に弱いから、はい、でな、やっぱり、はい、もしかくもう一個あるよ、効能が。なんですか。霜にも効くのよ。やった第6試合、武田浩二 VS ラジャブアリシェイドライフ。あの名前変えてもらってもいいかな。ラジャブアリシェイドライフ、もうこれ覚えられへんって。シェイドライフ、マジで覚えづらい。これフでいいかな。フでいいよね、シェイドライフくん。ふで言うね、もうこれ名前変えても、これ分かりづらいわ、もう呼びづらい。で、ふなんですけど、まあめっちゃ強いって噂で、ただ俺映像見たことなかったんできちんと見たんですけど、確かにめちゃめちゃ強い。いや、これめっちゃ強いし、いや面白い。まあ、あのヤンジオンに一本勝ちしてるっていうことでもう凄さが分かるよね。ヤンジオン相手に普通にテイクダウンして、あの倉本でもなんかね、倉本ってレスリングの本当世界的トップですけど、でもなかなかテイクダウンできなかった倉本を、倉本に勝ったヤンジオンをテイクダウンしてチョークで決めてるんやけど、とにかくね、俺が武田浩二側に立ったらもう気をつけるのは2つ。チョークと左フックと思う。この2つがすごいね、すごい武器。うん。フィジカル強い。ただね、バックの対応そんな良くないんよな。だから武田浩二が萩原恭平戦のようにバック取って結構キープするっていう展開は全然考えられる。ただ寝かしきるのは難しいと思うけど、うん、なんかね、一番最近の試合で結構強いやつでやってたけど、負が、うん、でもね、バック疲れてるシーンがあったな、うん、結構長い時間いやでも強い。でもね、なんかね、左目でしか見てないよね、基本的に負が相手のことを。ずっとこういう感じで戦ってるから、こういう感じで大げさに言うと、だからまあ打ち下ろしの右フックとかめっちゃ当たると思うよな。うん、右ストレートとか、まあ、これなかなかできんと思うけど、例えば篠塚選手の右のカウンターみたいな左フックの終わりにめっちゃ当たると思うけど、まあ、あれできる人なかなかおらんと思うけど、こういう感じで打つんで左フックを、うん、相手を見てないというか、まあ、悪い時の野畜みたいな、こういう感じで打つから、そこに、うん、左フックでもいいし、右の打ち下ろしとかめっちゃ当たると思うな。当たるし効くと思う、ちゃんと見てないから。ただまあサウスポーか、武田浩二が。でも右フックいいと思う今日ね。打撃はすごい雑、一発あるけど前に突っ込んでくるから、うん、膝とかも有効と思うけどな。カウンターの膝とかあれ効くと思うよ、まっすぐ突っ込んでくるから思いっきり、うん、膝とか、うん、カウンター、まあやっぱジャブか、うん、そういうのね、嫌がると思うけど、でどうかな、勝敗予想。いやー、どっちかって言ったら負が有利な気がするな。負って言って大丈夫かな、怒らんかな、この子。まあ、キルギスだったっけ、その国も俺よく分からんないけど、キルギスだったっけ、なんかどっかの国だったよね。まあ、分からん、バレへんよね、キルギス共和国やったら俺が負って呼んでること。そんなんで怒らんよね、怒らせたらめちゃめちゃ怖そうやけど、やっぱ風が有利と思うな。で、風がね、多分あんま知られてないけど、これバンタムから上げてくんのよ。そうで、武田浩二はライトからフェザーに落として、風がバンタムからフェザーに上げてる。でも俺は上げる方がむしろ有利と思ってるから、うん、武田浩二もまあ動けてたし、前回まあまあ萩原戦、ただライト級の方が動きいいように見えたし、まあ金的があったからちょっとね、分かりづらかったけど、あの試合はそっから動き落ちたかもしれんし、うん、
でも少なくともライト級より異様には見えへんね、俺からしたら。少なくともね、フェザーの方、フェザーでも動けてたけど、ライト級の方がいいように見えた俺は。やっぱ下げんのって俺どうかと思うよな。で、フは結構減量から解放されててある程度いい動きと思うし、なんか全局面で若干フが有利な気がするな。ただまじバックつけたらそれはチャンスある気がする。で、フは下になってももう立つのも上手いし、特にフィジカル強いわ。そう、めっちゃフィジカル強い。なんか結局上取ってくるんよな。なんか武田コーチがテイクダウンいけたとしても結局負が上取り返したりとかすると思う。いやこれ難しいな。あとね、これ言っときたいのが、負がすごいね、適当なところあって軽量オーバーしたりとか、なんか大会キャンセルしたりとか、二重契約してるとかいう噂もあったりとか、だからこれちゃんと来てくれんのかなっていう疑問があるわ、まず。そう、あと軽量オーバーする可能性もあると思うし、ちょっといろいろそういう面で問題児っていうか不安、負が。でも、どっかで、しかもパンチも見えづらそうな軌道が、パンチもらう可能性もあるし、まあ判定かな。判定で、殺傷能力はだいぶ負が上と思う。そのパンチで1回ぐらいダウンしそうな気がするな。そのパンチで武田浩二が1回ぐらいダウンしそうで、でもそっからまた盛り返してみたいないつもの展開になって、組み技でもあんまり差がなくて、武田がテイクダウン行ったりもするんやけど、また負に上に捉えたりとかして、そんな展開の中、目まぐるしい展開の中、負が判定勝ち。はい、予想一本とか KO は難しい気もするんやけどね、武田浩二相手に。でもこの存在おもろいよね。ここで一本勝ちとか KO とかするようだったらより面白い存在になるけど、負にはもう相当期待大です。はい、ではそんな感じで次行かせていただきます。次が第7試合、上田美希夫 VS シェミスラブコバルチェク。もう名前分かりづらいな。シュミスラブ、シュミスラブって書いてある。ラブが入っていいの、名前にファイターが。ラブって、シュミスラブコバルチェク、コバルチェク、ちょっとこれもクでいいかな、クでいいかな。コバルチェック、まあ、コバルチェックだとまだ覚えやすいか。コバルチェックはクじゃなくてコバルチェックでいこう。で、この試合なんですけど、まあ俺とりあえず、ね、上田美希夫はもう大好き。まあこれはみんなそうと思うけど、上田美希夫はね、大晦日の試合で、まあちょっと相手の試合後インタビューとかがおかしかったっていうのもあって、より人気出たよね。もう人間的に素晴らしいもん、マジで。もうパーフェクト、なんかめっちゃ頼りになるよね。俺インスタで、あのブレイキングダウンの会場行くの、あのネタじゃなくてちょっとビビってて、ちょっとなんかチンピラとかに声かけられて、なんかね、なんかやるかみたいな感じで言われたら、これどうしようかなと思ってて、ね、まあ、ビビってるっていうかね、そんなん言われたらもうどうしていいかわからんか、そのストリートだったらお前に勝てるぜみたいなことをね、わけわからんやつに言われたらもうどうしたらいいんかと思って、ちょっと行きづらいなと思ってて、でインスタで、そうそう、インスタのストーリーにですね、ブレイキングダウンの会場に行くから髪染めに来た、会場で絡まれてもこっちはボンズを味方につけてるから一安心、それでもガンガン来るようならその場で上田美希夫に電話するから、俺仲いいからな、いつでも呼べる、なめんなよっていう投稿したんですけど、そしたらもう上田くんからもうすぐね DM が来て、上田くんとインスタ繋がってるから電話待ってますって来て、あの俺が上田くんを呼んでも頭悪すぎてそれでもガンガン来るかもしれんけど、その時は大山マスターさんも喧嘩売ってきたら伸ばしてしまえって言ってたから二人で戦おうなって送ったら押すってきて、でもマジ頼りになるとか、マジで来てくれると思うしな、上田美希夫だったらマジで安心や、なんかあっても。いやマジで俺試合前でも来ると思うよ、優しいから。絶対助けに来てくれると思う、俺がなんかあって電話したら。まあせえへんけど、上田くんちょっと助けに来て、今チンピラに絡まれてボコボコされてるって言ったら、 今すぐ行けますって言って住所教えてくださいって、マジで来てくれると思う。優しいもん、頼りになる、本当に。俺が女だったら上田美希夫を好きになるね。こういうの彼氏にして、マジ頼りになるし、なんか命がけで守ってくれそう。なんか俺やっぱちょっとメンヘラのとこあるから、あのなんか落ち込んだ日の夜とか不安になった夜って上田美希夫と一緒に寝たい夜とかあるもんね。寝たいってそういう変な意味じゃないよ、そういう変なんかそういう勘違いされるのちょっといいやけど、そのね、あの変な意味じゃないけど、上田美希夫に腕枕してもらって寝れたら多分すっごい安心すると思う。
なんか不安なことあって大丈夫だよねみたいなことを、ね、腕枕してもらってる時上田美京に言って、うん、大丈夫だよって頭撫でてもらったら多分涙出るね。なんか安心して涙出て、もう30秒後には俺もう睡眠深い眠りについてると思う。何の話これ、大丈夫かなこれ、恥ずかしいな、なんかこれを YouTube に投稿すると思ったら。でもマジで冗談抜きで上田なんか不安になった時とか、うん、なんかね嫌なことがあった日は上田美京と寝たいな、うん、添い寝してもらいたい、すぐ寝れる腕枕してもらいたい、そんな日がたまにあります。本当に変な意味じゃないんで、はい。でですね何を言ってるんやろこれこれ動画に残したくないなでもマジ頼りになる。例えばこれもねえノッコン寺田とかにな、もうライジンの話でノッコン寺田の話したくないけど、もうなんか助けてきてくださいって、あれもでかいから頼りになるから。普通やっぱでかいってすごいよね。セキュリティとかも強さとか必要ないもん。でかいってだけでそのセキュリティの仕事をねの役に担うっていうか、ノッコン寺田とか読んだらね来てくれるかもしれんけど、多分チンピラとのね事件が解決したら、はい交通費じゃあ1万くれとか言って多分言われると思うし、帰りのタクシー代もさらに1万要求されそうやし、リーチマイルドの分も出せみたいな、あとこの辺で宿泊するとか、どんどん金を釣り上げられて金取られそうな気がする。うん、ノッコン寺田呼んでもうたら、上田美京だったらそういう金を取ろうっていうのも 100% ないよね。うん、はい、じゃあ勝敗予想いきましょう。勝敗予想なんですけど、上田美京とこの、うん、こいつラブちゃんでいいか、シェミスラブ、ラブちゃん、うん、これね上田美京が負けると思えんかったんやけど、その試合が決まった時点で勝てるやつおるわけないと思ったけど、ラブちゃんは結構危ないよ。上田美京ちゃんがこれちょっと心配、ラブちゃん結構強い、うん、ラブちゃんのね、そっか、これラブちゃんのプロフィールもおもろかったんや俺。そういえばラブちゃんね、砲丸投げやってて学生時代に、で幼少期から体格に恵まれており、教師の勧めで12歳から6年間は、陸上の砲丸投げとハンドボールを経験、いずれもポーランド国内大会で学校の代表として出場したって書いてて、学校の代表ってしょぼすぎやろ、もうちょっと漏れ、ポーランド国内大会に学校の代表として出場した、せめて州とかやろ、日本で言ったら何々県の代表だったら分かるけど、学校の代表って何人ごる、砲丸投げおそらくポーランドでも人口少ないやろ、それ何人ごる、学校に学校の代表って、これもう正直に言い過ぎやろラブちゃん、これもうバレへんよ、ポーランドの代表とか言ったって、せめて州のポーランドの地域の代表としてやろう、学校って。こういう時はね、ラブちゃんね、短距離種目でポーランド代表みたいなこと言っちゃっていいと思うよ、うん、バレへんから、ポーランドの記録し、俺みたいなこのネチネチしてる陰湿なやつでも調べようがない、ラブちゃんのポーランドの砲丸投げの記録とかを、うん、だからもうバレへんから、次回から短距離種目で砲丸投げの記録持ってるみたいなこと言ったらええんちゃう、ラブちゃん正直やな、可愛いなそういうとこも。で、ラブちゃんがですね、結構前にガンガン来るんよな、まあ普通に、でも上田美京に勝とうと思ったらもうガンガン行くしかないと思う。中間距離で戦った蹴りで、しなやかな蹴りでどんどん上田美京のペースになってしまうから、入るしかないと思う。入っても厳しいと思うけど、で、ラブちゃんは入れる。うん。ラブちゃんは入れるから、ちょっと怖い。うん。だから、上田美京側に立ったら、もう1ラウンドはほんと様子見で前蹴りとか、ね、いろんな蹴りで、多彩な蹴りで、距離取って戦った方がいいと思うけど、やっぱね、上田美京も、あれから成長してると思うんやけど、スダリオ戦から。正直、パンチはちょっとヒヤッとするなって、なんかね、もらったら効きそうな、なんか避け方とかしてんのよね。これちょっとなんでそう思うかってちょっと伝えづらいけど。まあ、でもそっからもさらにパワーアップしてるとは思うんやけど、うん、ラブちゃんパンチ力あるし、ちょっとそこだけ怖いな、最初ガンガン突っ込まれた時に。うん、冷静にいなして、少なくとも1ラウンドしのいだらもうだいぶ上田選手のペースと思うけど。ね。
ちょっとまあここはでも上田選手が KO で勝つ可能性が高いと思う。あとね、そうラブちゃんね、組み合わせもできるんだよ。柔術大会で何だったっけ、ブラジリアン柔術でもアブダビコンバット、ポーランド杯、 BJJ 中級プラス100キロ級で、100キロ超級で優勝するんだと。ってそう、柔術もできる、テイクダウンもちゃんとしてたの、コストガリで。ちょっと嫌な相手マジで、これ勝って当たり前と思われてるから余計にきついと思うけど、まあでもねえ、上田美京組み技もできるでしょうし、ここはねえ上田美京が KO で勝つでしょう。1ラウンドだけちょっと怖いけど、2ラウンド、蹴りで、どうかな、またハイキックで KO する気がするけど、ハイキックで上田美京の、はい、KO 勝ち勝利予想にしておきます。上田選手頑張ってください。終わったらあの腕枕1回だけでいいんで、ちょっと昼寝とかでもいいんで、ちょっとお願いします。はい、では次いきます。あー、もうあと2試合、第8試合、クレベル小池 VS フアン・アーチュレッタ。この試合、これは勝負のあるよね、これめちゃくちゃ面白いカード。でも俺この試合ね、めっちゃ自信あるよな、この予想。これはフアン・アーチュレッタが、KO してもおかしくないと思うけど、まあ完封すると思う。判定3対0。まあもちろんね、クレベル小池は必殺技があるんで、わからんと思うんやけど、でも、まあ予想は自信あるね。アーチレッタが普通に完封すると思うし、もう相性最悪と思う。まずテイクダウンが難しいと思うもん、なかなか。クレベル小池側。で、アーチレッタは、ね、マジサブミッションの一本負けとかほとんどないと思うし、そう、ね、何度もこの話してるけど、ミックスにも勝ってるからね、過去とはいえ。誰とやってもなんか、決められそうな気配もないし、で、まずテイクダウンできんと思うしな。で、パンチも、もちろん軽量オーバーとかいろいろあったけど、朝倉海にめっちゃ当ててたしな。最後までは打撃全然当ててたもんな。もっとタックルありきの話やけど。で、アーチレッタは、格闘技 IQ も高そうやし、そんなバカなことやらんと思うしな。まあ、テイクダウンいくかもしれんけど、どうなんかな、戦略はちょっとわからんけど。まあ、クレベル小池は厳しい試合になると思うけどな。結構アーチレッタパンチもらうね、イメージあるんやけど、クレベル小池のパンチも当たるかもしれんけど、まあ、当たると思うけど、一発ないから、KO すんのは難しいと思うし、まあ、肘とか膝は有効な気がするけど、クレベル小池の。組み際とかも含めて。いやー、でもこれ厳しいと思うな。ピットブル戦みたいになる気がする、クレベル小池は。光を消されて、アーチレッタの判定勝ちが濃厚なんじゃないかな。これも一本で勝つようだったらすごいけどね。で、ちなみにあのクレベル小池がなんかジムを出して、この時期にジム出してるし、そんなね、練習環境的にも名古屋でジム出したよね。さとしてもおそらく練習できてないし、練習環境的にもこれは厳しいんじゃないかみたいなことを俺は他のチャンネルで言ったんですけど、格闘キャストで言ったのかな、言ったけど、なんかそれは関係ないっぽいよね。ちゃんと自分の練習に集中してて、ATT に出稽古とか言ってるみたいで、そこはごめんなさい。はい。勉強不足でした。多分そこは問題ないし、バッチリ練習できてると思うんやけど、いや、それでも相性悪いと思うな。俺、ケラモフにも相性悪いと思う、クレベル小池は。で、アーチレッターはまずそう、階級をバンタムからフェザーに上げるんやけど、絶対こっちの方がいいと思う。やっぱりね、階級下げるより上げる方が俺ね、めっちゃいいと思ってて、てかもう適正やもん、フェザーが。俺フェザーでも軽量オーバー大丈夫かなって心配がある。フェザーに上げるから通常体重も増やしていいなみたいになって、なんか水抜きも全然大丈夫やなっていつもの感じでやろうとして、水抜きの幅を、それでオーバーっていうのも全然あると思うな、アチレッタ。前回正直そんな反省してるように見えんかったし、フィジカル的にもバンタムから上げてきたアーチレッタやけど、アーチレッタの方がだいぶフィジカル上の気がする。打撃もね、見えづらそうやしな、あの組み混ぜてくるから。いや、この試合はアーチレッタ硬いと思うけどな。まあただクレベル攻撃が何らかの形で一本勝ちしたらめちゃくちゃ盛り上がると思うし、そうなったらそうなったら面白いなと思うけどね。アーチレッタのこのフェザー級の存在面白いと思うよ。そう、アーチレッタに平本蓮とか勝てると思えへんもんな。ね、いや超楽しみです、この試合。
でも俺はちょっと普通に、アーチレッタの判定勝ち予想にしておきます。はい、じゃあ次行きます。最後、第9試合、堀口恭司 VS セルジオペティス。これね、マジ2点3点して自分の中で、最初に映像とかもあんまり見直さずに、ね、細川バレンタインとのコラボで言った時は、なんか再戦した場合、どんな形であれ1回目勝った方が、再戦した場合に差が開いて勝つっていうケースが多いっていう、俺本当に、ね、今までいろんな試合、何百試合、何千試合も見てるから、もしかしたら格闘技を。で、今までの経験上そういうパターンが多いの、もちろん全部じゃないんやけど、堀口対朝倉海とかそうじゃなかったし、リベンジもあるけど、でもそういうケースが多いと思う。うん、俺の経験上ね。で、ペティスなんじゃないかなってパッと見考えたんやけど、で、昨日前日になってインスタのストーリー載せたんやけど、ちょっと映像を見てたら、堀口とペティスのそれぞれの、やっぱこれ堀口勝てるなとか思ったら、もう3ラウンドやし、日本やし、ホームやし、でリングに慣れてんのも一応堀口と思うし、ね、リングと KG 問題、俺そんな差はないと思う。結局強い方が勝つとは思うんやけど、まあどっちかって言ったら、そのリングは堀口の方が有利になるよね、若干やけど。で堀口かなと思ってインスタのストーリーにね、やっぱり堀口が勝つと思って書いたんやけど、昨日でも今日また改めていろいろ映像を見て考えに考え抜いた結果、セルジオペティスが勝つと思います。もうどっちかって予想しろって言われたら、もうどっちが勝ってもおかしくないけど、まずね、いや、セルジオペティスはこんなこと言ったら怒られそうですけど、UFC とか本当のトップ層には通用せえへんと思う。なぜなら、レスリングが弱いもん。そんなフィジカル強くない。本当のトップ層には通用せえへんと思う。結構簡単にテイクダウン捉えるよね。堀口戦もそうやし、アーチレッタ戦とかも見たし、ミックス戦も見た。結構あっさりテイクダウン捉える。そんなフィジカル強いタイプじゃない。で、堀口教授とペティス戦もう一回見たんやけど、俺もっと堀口恭司が途中まで圧倒してるイメージだったんやけど、今見たらそこまで差ないよね。堀口恭司が勝ってると思うけど、テイクダウンしても結構あっさり立たれてしまうし、別に有効なシーンそんななかったし、テイクダウンしても、ライジンだったら特にテイクダウンだけではそんなポイントにもならんし、ね、で今回ある程度研究してくると思うしな、対策もしてくると思うから、いやこれマジ難しいんやけど、でも3ラウンドやもんな。3ラウンドやっぱ堀口有利と思う。前回4ラウンドか5ラウンド目に負けて、4ラウンド目だったっけに KO で負けてるけど、まあその同じ技はなかなか食らわんと思うんやけど、あのバックハンドブロー堀口教授側もで、 KO 負けとか一本負けはなかなかないと思うんやけど、やっぱセルジオペティスが要所で上回ってギリギリ判定で勝つんじゃないかなと思っちゃうな。やっぱまず堀口教授は一回フライ級に落として、それもでかいと思う。フライ級の体を作ったと思うの。通常体重も若干下げて。で、それでバンタムに戻すっていうので、やっぱそこは、ペティスの方が体格面で有利と思う。ペティスはもう完璧にバンタムの体で、堀口は、まあ上げるのは下げるよりはいいと思ってるんやけど、でもフライ級の体で絶対ね、ここ何年か作ったはずなのに、それをバンタムにまた上げざるを得ないっていう、無理やり増やすっていうので、ね、ね、やっぱそういう面で体格差でペテスが有利と思うよな。ね、で年齢的にももう34で、堀口教授がまあそんな最近落ちてるようには見えんけど、で、あと1試合目1回やってるっていうのもペテスの方が俺有利と思う。だんだんなんか見切れてたもん、最後の方。やっぱもう瞬発力が半端じゃないから、堀口教授のスピードって。やっぱ慣れが必要で、一試合一回やってるってでかいと思う。一試合目の時点で、ほとんど有効ではなかったしね、ペテス側に。ただ俺めっちゃ考えられんのが、堀口教授がテイクダウン行って、リング外に出る、ペテスが。流れの中で。で、イエローカードをペテスがもらって、堀口が判定勝ちっていうのなんかめっちゃあるような気がする。リングに慣れてないし。で、試合後にみんなに、格闘技ファンに、やっぱもうリングはダメだみたいなこと言われる絵がすごい想像できるなと思っちゃった。でもどっちが有利ってなると、やっぱ若干ペティスと思うな。
もうガード硬いし、めっちゃプレッシャーかけれてんのよね、ペテスが。プレッシャーを逆にペテスがかけられてるときは負けてる気がする。アーチレッタには勝ってるんやけど、ペテス。そう、アーチレッタに勝ってんのよね。でもアーチレッタ戦はそんな下がってん、そんな前に行けてなかったけどな、堀口戦はめっちゃ行けてる感じがした。で、ミックス戦は負けてるけど、やっぱめっちゃ下がってた。ペテスのペースで戦えてなかったけど、堀口戦は1試合目から結構前に行けてるし、2回目なんか余計に行くと思う。1回目やって慣れてるっていうのもあって、だいたい手の内分かってるから。で、最近のジャッジでやっぱテイクダウンだけではなかなかポイントにならんと思うよな。で、プレッシャーと手数。で、若干ペテスが上回って、堀口はテイクダウンできるとは思うんやけど、立たれて、若干、ペテスが優勢で終わるんじゃないかなと思うけど、ただもちろん俺堀口応援やし、ここで負けたらね、きついよね。まあ、階級が、本来の階級とは違うとはいえ、ここで負けてやっぱ UFC のね、への道も閉ざされると思うし、きついと思うし、勝ってほしいんやけど、勝った方が絶対面白いと思うんやけど、有効だわ、当てれん気がするけど、パンチ。どうなんかな、マジわからん。マジ難しいもんだけど、俺はとにかくペテスが前に前にガンガン行って、若干手数と有効打でなんか上回って判定勝ち予想にしておきます。やっぱピットブルが体調悪いか知らんけど、階級落としてきたやけど、それに勝ってんのもでかいしな、干渉してるし、戦績もすごいもん、23勝6敗。まあレスラー系には負けると思うけど、ちなみにやっぱり完全なレスラーには負けると思うけど、ここはピティスの判定勝ち予想にしておきます。はい、そんな感じかな。今日もなかなかと喋ったけど、はい、そこまで、盛り上がってない大会かもしれませんが、もちろん当日、解説配信第1試合目からやらせていただきますので、皆さん何卒よろしくお願いします。はい、でチャンネル登録5万人いきそうなので、登録してない方はぜひチャンネル登録してください。はい、今日はそんな感じで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。おります。